白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました「怪異な世界の水先案内階段師」の白谷でございます今宵お聴きいただきますのは30年以上前雨の夜に起こった私の実体験でございます あるいは人の執念のものすごさと言っても過言ではないかもしれません。ことが起こりましたのはもう今から30年以上前。私がまだ小学校5年の自分です。北海道は小樽にございます。母方の実家。古い2階建ての一軒家に 母親と弟と3人で暮らしておりました自分です季節の頃といたしましてはもうそろ肌寒くなってきていてそしてまたこの日は珍しく朝から激しく雨風が吹き荒れているという日でした目の前はといいますと幅の広い バス通りでひっきりなしに車の往来がありますから牛の前を車が行き過ぎますとザザッと水をはねる音がしておりました夜の8時ごろであったかと記憶しておりますがちょいと遅めの晩ご飯を家族でとっておりましたその今では テレビがついておりましてそれでもテレビのボリュームをいくらか上げてもよく聞き取れないほど途端の屋根を打ちつけます雨音がバタ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 激しさを増している最中でした隙間なく聞こえておりますその雨の打つ音に紛れて何かふっと 嫌な予感が走った直後その予感はけたたましい車のブレーキ音に変わるギーッ家族三人ハッと顔を上げた時にはドサン建物が足元からズンと一つ揺れるほどの鈍い音が響いてさてこっからあとというのは。 ザッ,ージャッカーテンは閉じてありましたが表の通りに面したその窓の向こうから時折車のヘッドライトとおぼしき明かりが不規則にふっとうちの中にすぐに事故だと思いました好奇心旺盛でありますから私は茶碗をコンと置きますと すぐさま窓のところをかけていきましてね、カーテンをそっとまくる。北海道の建物の特徴の一つですが、二重窓になっておりまして、まずは手前にございます、飾りガラスのはまった引き戸をガタッ、ガカカカカカッと開けます。開けますと向こう側が窓になっておりますが、その窓というのも、 雨が斜めざまに打ちつけて流れを作っているという具合ですからすぐにははっきりと見えませんがそれでも目を凝らしてみますと目の前のそのバス通りにあらぬ方向を向いて何台もいろいろの車が止まっておりますとにかくこれはただ事とじゃないと思っておりますとすぐに ご近所さん、小さな商店がありましたがそこのご主人が道にバッと駆け出てくる並びの家からも道路挟んだ向こうの建物からも心配そうに大人たちが雨の中ひょいっと表に出てくるのが見えます商店のご主人はそのまま何を思ってか道路の真ん中の方に駆け出していきますと大きな声を出しながら まだ上から下からと走ってくる車を大きく手を振って止めている様子。おーい止まれ止まれ止まれ事故だとこうやってるんですな。子供ながらにドキ,ドキ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 している。さて、そのドキ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 している中で、ふと視線を右上に向けた 申し上げたように坂の途中に立っているうちであります斜めに見上げた向こう側そこに横断歩道があるんですがタクシーが一台どうやらあれだなとそんなふうに思った時どこまでも夜灰色と 黒の世界の中、目に鮮やかなものが一つ、その横断歩道上に転がっているのが見えた。真っ赤な傘であります。その真っ赤な色に気を取られたとき、ダメだ、見ちゃいけないと思った。 そんな私の心長を察したわけでもありませんでしょうがその表紙に風がふっと吹いて見えているその傘がコロコロと脇にそれた時横断歩道上に女性の足を見た。 ハイヒールを履いていてた「その人は横断歩道上に雨だというにもかかわらず天を仰いだままピクリとも動きません」はあ「はねられたんだ」そう思った時ふとその横断歩道の側から「誰かがこちらを見ているなと思って」 パッと視線をそらそうとしたときに、ガタン <laughs> よしなさい母親でした。険しい表情で。私はあんぐり口を開いたまま、見るんじゃないそういうものちょっとお母さん出てくるから、シャッカーテンを閉じると、 一言言い残して母親はそのまま上着だけを羽織ってと表に出ていきました人生で初めて交通事故を目撃した瞬間でありますあまりに衝撃的で私は言葉を失っておりますし 後ろにおりました弟も普段とは違う異様な気配にすっかり怯えきっている食卓に戻りますがもう箸を動かすなんということもできませんで好奇心に駆られて覗いてはいいけれど自分は一体何というものを見てしまったろうと後悔しながらおよそ二十分ほど その時間の間には表がいよいよ騒がしくなり緊急自動車のサイレンの音が近づいてくるガヤ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 としばらくのうちそれでもバタン再びサイレンの音が聞こえてそれが遠のいていきますとようやく母親が戻っていきます「お母さん 傘も刺さずに出ていたんでしょうずぶ濡れになった母親が髪の毛のしずこをちょっと手で払いながらあら、食べてなかったのもういいのうんそう。どうなったの 「もういいからあんたたち今日寝なさいじゃ」。これで全てを悟りました。おそらくは横断歩道際にあらぬ方を向いて止まっていたタクシーが女性をはねたんでしょう。そのはねられた女性というのはあの横断歩道に転がっていた方で助からなかったのだと。 ずんっと重い気持ちになってえ床に着きましたがそれでも子どものことです。目を閉じてちょっとの間気になっておりましたがあっという間に眠りに落ちて明けて翌朝というのが嘘のようにカラッと腫れ上がっておりまして朝日が差し込んできて目が覚める。 夕べのあの重たい空気はどこへやらその光の向こうからはチュン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 と雀の声が聞こえてきてまた新しい一日の始まりでそんな悲惨なことが昨夜あったにもかかわらず時はある意味残酷ですいつも通りにその日も学校に行かねばならぬという時刻が迫って隣に住まいしておりました幼なじみが 帝国に迎えに行きまマタルくん学校行こうあうんおはようちょっと待ってなんと言いながら慌ててランドセル担いで表に出ます表に出ますともう目に痛いような日差しでありましてねえ昨日さ交通事故あったの知ってる早速に なじみに問いかけてみますと「はん、あ、知ってるよ僕見ちゃったえ見たのうんいやはねられた瞬間は見てないんだけどそのすぐ後だと思うんだけどさ女の人だったんだよあうんかわいそうにね死んじゃったんだって」。 分かってはいましたが死んだという言葉を聞いて急にそれが色濃く現実的に感じられた昨夜のことが何もなかったように今横断歩道に向けて歩いている上り坂はところどころに水たまりを作っているぐらいなもんで特に 規制線が張られていいるわけでもない「バス通りには相変わらず車の通りがあってとそれでもふと目をやりますと横断歩道手前の電信柱の足元のあたりにまだ新しい花束がポッと添えてあるのが目に留まった」「ああそうかやっぱりなと思ってそれとなく花束に近づいていきますと」 ちょうどその花束の置いてある脇のところアスファルトがぐっとくぼんでいて深めの水たまりですところがそのあたりに差し掛かって花束を見ようとちょっとこの腰をかがめてみるとふわっとそれまで嗅いだことのないような妙な周期が花を打った なんか臭えなあえ、ほんとだどっからだろう足元から来るというのだけは分かった雨が上がった後日差しでもってふーっと蒸発する何かだすぐにその匂いの出元がわかる花束横の その深い水たまりであります。見れば他の水たまりと違って黒く濁っておりまして表面にはスーッと油が浮いて見えるような気がする。ねえ、これじゃないあ、あ、これかな子供のことですから興味本位その場にしゃがみ込んでそっと顔を近づけてあっ つたまりじゃないね蛍くんんこれ血だよ被害に遭われた女性は大量に出血をしていたんでしょうもろもろの検証が済んだ後道路に流れたその血の跡は きれいに洗い流してというようなことになるでしょうけれど洗い流すも何も激しい雨だったんですから自然のままにそれは流れてしまうだろうと思っていたいやこれは憶測にすぎませんがそれでもまさか水たまりにいくらか残るというところまでは想像が及ばなかったんでしょう人の血というのは 赤いもんだと思っておりましたが確かにあの時見たのはいくらかどす黒く何とも言えない粘り気を帯びてという晴れ上がった空とは裏腹にどんよりと沈んだ気持ちで学校に向かったこの時はこれだけのことでした 一日二日と時間が過ぎていく。過ぎてゆく時間はいつもと何ら変わらない当たり前の時間で。学校に行けば友人もある。宿題も出る。当たり前が、次第次第にこの時の出来事を薄れさせてくれて一週間経ってその晩というのが、 ちょうどあの事故のあった日と同じような激しい雨でありました。状況が重なるとどうしても思い出すもんです。そうだ、ちょうど一週間前、あれも夜のことだったなと思いながら、その頃絵を描くのが趣味でしたから、食事を済ませた後、それと話に絵を描きたくなって、 ちょっと勉強してくる。別の理由を作って家族と離れた。母親と弟は茶の間でもってテレビを見ておりまして。ちゃんとするのよ。うん。カチャバパタン。古い家でありまして。 茶の間と地続きのダイニングのところに廊下に出るドアですそこを一歩またぎますと向こうというのは足裏にひんやりと冷たいような暗い廊下でかつて同居していてせに亡くなった祖母が使っていた部屋を「もうそろんあんたも自分の部屋があっていいんじゃない?」とあてがわれておりまして。 八の中には学習机と祖母が使っていた古いタンスが2つを足元は絨毯が敷いてあったかと記憶しておりますがそしてベッドが1つ置いてある裏庭に面した窓があってという茶の間におりますと窓の向こうの車の音がいくらか聞こえておりますが 奥まったところにあるその子供部屋は中に入ってしまうといよいよとしんと静かで聞こえてくるのは雨音ばかりです部屋の明かりをつけてスケッチブックを取り出してそれとなく鉛筆を走らせ思うままに絵を描いておりました「パタ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 」

はっとして手を止めた今人の声が聞こえたような気がするところが手を止めてみますとバタ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 気のせいかな 雨音だけで、再びスケッチブックに向き直る、鉛筆を走らせ始める、さか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 と、その鉛筆の音表の雨の音そして間もなく、 再び背後を振り向いた後ろは収納の扉上と下とに分かれておりますが上は両開きのと下はといって引き戸になっているタイプの収納ですじっとそこに目を凝らす 二度聞こえた以上はこれはもう気のせいじゃなかろうと思っているとついに確かにはっきりとその収納の中から人の声がする。 聞こえている声の感じは中に誰かがうずくまっていてまるで腹らいでも起こしたかのようにうんと苦しくうめいているというそんな具合でした声の加減からは男なのか女なのかも判別はつきませんが田舎のことであります窓の鍵が開いていたのかもしれない 家族が皆茶沼にいるうちにそっと裏庭から忍び込んだ誰かが人の気配を感じてその収納の中に身を隠しているのかもしれない歌人が寝静まるのを待って何か仕事をしようとでも言うのかじっと待っているうちに腹痛でも起こしてそれで苦しくなってついに 耐えきれずにうめていてるそんな具合を想像いたしますと引き戸は閉じておりますのにまるで中の様子が見えるような気がしたなぜならそのうめき声に合わせて時折釣り釣り中で うごめくようなはいずるような音がするどうしよう今自分が下手に動けば逆上してその引き戸が今目の前でずっと開けば開いた向こうに誰かがいるのかもしれないと。 片図を飲んでそこを一点じっと見つめておりました時一段声が強くなった「<laughs> その声が聞こえた次の瞬間「ガタン!」と大きな音をして収納の扉が一枚レールを外れてガタンとこちらにわーっと声を上げて子供部屋を飛び出した。 バタバタッとかけていきましてガチャッバタン廊下からダイニングダイニングと茶の間はそのままつながっておりますから勢い込んでかけてくる私のことを母親と弟が振り向いた「<laughs> 僕の部屋なんかいる」「何?」 僕の押し入れに誰かいる押し入れになんか誰もいない何言ってんのあんたいや本当なんだって今声がしてさそれで見てたらガタンって戸外れた本当にうん急に弟が をいいて母親にぎゅっとしがみついた私の剣幕を見て母親も嘘じゃなかろうと思ったんでしょう。ふっと眉間にしわを寄せてそのまましがみついている弟を抱きかかえるようにしながら玄関に行きますとその当時私どもが使っておりました子供用の木製のバットこれを一本すっと手に持って。 お母さんから離れるんじゃないよ誰かいたのねいた弟と私とは母親の後ろにぴったりとくっつくようにして母親がバッと片手にカチャッと廊下に出る廊下に出ますと子供部屋のドアというのは開け放たれたままになっております その子供部屋の中から電気の明かりがスーッと廊下に伸びておりましてゆっくりゆっくり口の開いたその子供部屋に近づいてまいります部屋に入るよりも一歩手前で足を止めて中の様子をうかがって っていた母親が「ほら何言ってんのあんたは」私の方を振り向いた「ええじゃなくて誰もいないでしょうどどこが外れたってえいやどあれ言われて 母親の体越しにスッとその向こうの部屋を覗いてみればさっき確かに外れたはずの下の段の収納の扉は元のままピタッとレールの上にはまってありまして少しの隙間も空いてございません。誰もいないとわかると母親はバットを下ろしてずかずかと と部屋に入っていく私と弟というのはまだ不安を抱えておりますからくっついたまま「さて部屋の中の様子というのは荒らされてもおりませんし窓が開いているわけでもない」だとすると一旦がたりと外れたと再び戻して 中で息を潜めているじゃなかろうかと。そう訴えますと母親は。どこだってここの下下の戸が外れたのね。うん。じゃあ自分で確認してごらん。やだ。やだも何も。誰もいないから。いや、いるって。絶対いないから。 ここから音がしたんでしょここにいるって言うんでしょうん。じゃあ見ててごらんと言って母親は何を思ってかすっと扉に近づいていくと取っ手に手をかけてスタンと開けた。中からわっと出てくるんじゃないかと思いますからはっと目を背けましたが、ここのどこに人入れるって言われて恐る恐るその 開けられた下の収納の顔を覗いてみれば「はあは確かに人の姿はありませんいや人が身を隠すことなど妄頭できなかったなぜならその収納の中にはいっぱいに茶箱であるとか」 ブリキのガンガンに収められた私どもの小さい時からのあれやこれやの詰まった箱がビチッと詰まっていたからで収納の上の段との隙間も10センチあるかないかましてこの引き戸との隙間というのは5センチあるかないかという大人はもとより どれほどお子供だと言っても人が身を隠せるような隙間はどこにもありませんでした頭の中が真っ白になったあんたはほら勉強するって言ってたんじゃないのいつの間にか母親は学習机に広げられたスケッチブックを見ておりまして「ああじゃないの」 まっ、あ、たんとこうやって絵ばっかり描いてて、勝手に変な想像して、で、怖くなったんじゃないの違うよ。違うよ、もう何もいないでしょ。はあ、びっくりした。心臓に悪いからやめて、そういうこと。嘘は良くないって言ってるでしょ。う嘘じゃないって。 少しも信じてもらうことができません、ね、もういいからあんた絵描いてるんだったらもうそれこっちで描けばいいでしょうなんということを言われましたがねもちろん私も母親と弟と近くにいたいとそんな思いがしたわけですがそれでも自分の言ったことを信じてもらえなかったそれどころか嘘だとまで言われてしまったところで仮点がいかず 妙に意固地になっていや自分はまだこの部屋でしばらく絵を描くことにするからと勝手にしなさいと母親に言い残されて再び一人きり子供部屋の中にポツンと残りまして相変わらず表では激しい雨ですが学習机にはまっておりました椅子を引いてトンと腰を下ろす確かに自分は声を聞いたんだけれど あそこの戸が外れたのをこの目で見たんだけれど一体何が起きているんだろうと黙っておりますとそのことばかりがぐる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 と頭の中考えれば考えるだけ不気味な気がしてまいりますからとにかく絵を描いてしまえば嫌なことは忘れられるだろうと再び鉛筆を持ってスケッチブックに向かう。 さら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 と鉛筆を走らせておりますと期待通り夢中になるうちに次第に没頭していったその最中であります閉じた子供部屋のドアの向こう暗い廊下の方で 濡れたた足音を聞いた「私のおりましたその子供部屋のすぐ横のところには難度が一つあってその難度の隣というのが風呂場であります。はは自分が夢中で絵を描いているうちに弟が風呂に入って今上がって出てきたのか」ピッチャ。 ピッチャーそなけがないさあと鳥肌が立ったどれほど絵に夢中になっているといえどすぐ近くにある風呂場で誰かがお湯を使えばお湯を使っているシャワーの音や 水のあふれる音を聞いいたに違いな円いましてその風呂場に入ろうと思えば立てつけの悪いやはり木製の引き戸ですがこれをガタガタいう音が聞こえなければ嘘だ後にも先にもそんな音は聞いていない風呂から出た後それはもちろん脱衣所でもって体を拭くに決まっている ところが今聞こえている足音はそうじゃないズブズブに濡れているピチャッピッチッ <laughs> 足音は子供のそれじゃないドア一枚を隔ててテレビの音がかすかにこちらまで聞こえてくる バラエティーでも見ていたんでしょう。笑い声が二つある。母親と弟のものだ。ピチャッピッチャッ <laughs> 母親も弟も茶の間にいる。だとすれば、今その廊下に聞こえている、水に濡れた足音はと思ったとき、ピチャッっと止まったのがドアの前だった。 家族ではない誰かがドアの前に立っているふっとそちらに体を向けていれば自然先ほどあの戸が外れた下の収納も視界に入る初めてこれは人じゃないんじゃなかろうかと思った。 前門の虎、拷門の狼。逃げ場がない。どうするどうする迷っている間にも。扉の向こうのそれが、ノブをガチャリと回してぎーっと隙間からこちらに入ってきやしまいかと。こうなれば一か八かだ。思い切って飛び出るしかと。息を呑んでタイミングを見計らうと、思い切ってずっ そのまま立ち上がろうと学習机に手をついて視線がスッと下がった瞬間に「わー!」と声が上がった学習机のちょうど足を収めていたあの暗がりであります女がいた 濡れた髪で這いつくばるようにしてその暗がりから「じっとあたくしを見ていた」声を上げてそのまま勢いひょいと立ち上がった瞬間その暗がりの中にうずくまっておりました女が「つつつと前に出てきた」。 そっからあとはもう記憶が定かじゃないバーンと扉を開けて再び茶の間に飛んでいくというもう一遍母親と弟と三人して子供部屋戻ってみれば無論女の姿はありませんでもう一遍叱られるだろうかと思った時そうはなりませんでした母親が 子供部屋を出ようとした時に「あらえあんた本当に見たの見たなんか来てたのかな?」言われて母親がじっと視線を落としておりますその。 子供部屋手前の床に目をやるとまだ新しい水に濡れた足跡とおぼしきものが二つつま先を部屋の側に向けてとんと二つ残されていたいえ実は あの机の下から私をじっと見上げて急な勢いで飛び出てきたその人に私は覚えがありました。一週間前事故を目撃したその時であります。母親が手前のあの窓をピシャンと閉じようとする刹那 視界のの右上の方で誰かと目が合っておりますその誰かというのがその人でした後々分かることになるんですがあの交通事故で被害に遭われたのは若い女性でどういう加減でそんなことになってしまったのか車にぶつかった拍子 上半身と下半身とがちぎれて下半身はそのまま横断歩道上に上半身はポーンと跳ねて電信柱にぶつかってどさっとその根元に確かにあの晩目が合った人は大人だったけれども本来ならばもう少し高い位置で会うはずのその目線は それほどの高さにない確かにもっと低い位置にあったつまりちぎれた上半身のその女性が電信柱の根元のところにこの時まだ息があったのかなかったのかそれでも目を見開いた私のことを見た。 絶命するその際におそらく最後に目が合ったのが私だったんでしょう。机の下から吐いててきた女性はただ吐いつくばっていたのじゃない。思い返してみれば胴体だけで下半身がなかった。 その人はひょっとするとまだご自身が亡くなったことが分かっていないのかもしれない最後に目が合った私のところに何かを訴えたくて「ねえねえ僕」と尋ねてきていたのかもしれません。 わ今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録・高評価お願いを申し上げます。先週に続きましてちょっと長めのお話になってしまいました。さて、えー、もう10月も半ばを過ぎまして寒暖差がいよいよと厳しくなってきたなと皆様いかがお過ごしでしょうか。白谷はこの後 11月12月まだまだ各地にお邪魔をして生の講演会目白押しでございます近くはですね今月になりますけれども28日に静岡県にお邪魔をいたしますお席まだまだございますのでぜひぜひご都合の合う皆様は遊びに来ていただけますと幸いでございますいろいろと詳細こちら概要欄に貼っておきますのでチェックしていただけますと幸いでございます それではまた次週元気にお目にかかりましょうまたね